回はガッちゃんにこの企画の詳細を知らせずにくじを引いてもらいます。キャンピングカーの中の部屋を6箇所に分けて、その中から使わない部屋を決めることにします。1日その部屋を使わないで生活できるかという実証実験になります。ガッちゃん、くじ1個引いて。くじ？うん。何これ？1個？うん。はい、じゃあ開けてください。当てんの？リアベッド。あー、本当。え、何？何くわたててんのこれ。実はですね、このくじは1日この引き当てた場所を使わないで生活をしてみるっていう実験なのですよ。はあ、じゃあ今回リアベッド。そう、リアベッド。そんな使わないし、1日じゃ大丈夫じゃね。いやいやいや、だってさ、リアベッドってさ、飲み水とかさ、服とかさ、炊飯器とかさ、結構毎日使ってるものが収納しているじゃん。あー、そっか。うん。じゃあやめとく？いや、やるけど。こうして1日リアベッドを使わない実証実験が行われることとなったのです。なごちゃん、明日さ、リアベッド使わないから、ちょっといろいろ出すものを手伝って。はーい。よいしょ。リアベッド封印です。うん、開けたら、あ、そっか、リアベッド使えないのか。そうそうそう、封印しますけど。あれ、俺の着替え。リアベッド使わなくなるって君も言ったじゃん。ああ、いや。はい。ありがとう。まあ、だいたいこうなるよね。なんと、朝起きて事件が早々に起こりました。ガッちゃん、着替えを出せない。リアベッド早々に使うことになりました。あれ、じゃあ、パンツがないよ。パンツなかったら、うち出し忘れてるわ。で、ズボン。ズボンはある。パンツなしでズボン履いちゃえば。ガッちゃんは残念ながら、下半身はパジャマのまま過ごすことになりました。我が家の朝食はパン派です。朝一に作業をして、その日やることを確認してから、手軽にパンを食べて、午前中のうちにできるところまで作業を進めます。そろそろ朝ごはんしよっか。うん。そうだね。あ！ん？やっちまった。リアベッド？パン。カーテンの向こうだ。オーマイガー。じゃあ、おにぎりは？あの、炊飯器も…オーマイガー。パンとご飯が封印されてしまったので、今日の朝ごはんは栄養補助食品にします。朝ごはんも済ませ、早速リモートワークの時間です。ガッちゃんは動画の編集を、私はライティングのお仕事と動画の台本作りをします。仕事をしているかと思いきや、この時のむっちゃんはといえば、さてお昼ごはん、夕飯をどうしようかと悩みながらパソコンに向かっています。ガッちゃんは相変わらずパジャマのままですが、引きこもり生活なら生活に支障はないようです。
さて、お米があるのにお米を炊けない我が家の今日のお昼は袋麺です。こちら九州から遠路はるばる日本一周の行程を旅してきた袋麺です。余談ですが、このシリーズ様々な味展開がありますが、今日のお昼は私のお気に入りのこちらをいただきます。炊飯器がね、リアベッドにあるんですよ。使えないのでお米の炊き方を調べてます。結構ね、出てきますね。できればフライパンでお米を炊きたい。はい、炊飯器を使わずにお米を炊いてみたいと思います。はい、いいのではないでしょうか。いい感じ、ちゃんと炊けてる。やったね。やっちゃう、さあ、やっちゃった。どうしたの？パジャマ出し忘れてた。いやー、リアベッドがない生活も少し慣れてきたかな。いやいや、使えないと不便すぎるよ。もう辛い。おはよう。やったー、これでリアベッド使えるぞ。うわ、どう、一日ぶりに見るリアベッド、新鮮？いやー嬉しいね。ね、限られた空間も全部ね活用してるってことが分かったね。うん、ありがたいね。うん、ね、限られた空間を全て活用してるキャンライフ、うん、こうやっていつもキャンピングカーの全ての機能に刺さられてる生活だね。そうだね。あんまり支障ないかなと思ったけど、案外使ってるんだね。ね、面白かった。次回も何かあるかも。えー